第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦、グアムの戦いグアムの戦いでは、太平洋戦争における日本軍のグアム作戦によって発生した戦闘について述べる。米海軍は日本の太平洋拠点地域における唯一の米領として、グアム島を重視し、西太平洋方面で作戦する場合の前進基地として、その確保は重要な意義を持ち、ハワイ、 ウェイクフィリピンに通ずる要衝でもあり、米国から東洋への船舶、航空機、海底電線の中継地でもあったが、その軍備は近くの日本への刺激になり、米本国からも遠く補給も困難という弱点もあった。九百四十一年、アメリカはグアム島に対し、アプラ港を潜水艦基地とし、施設の若干増設、オロテ半島の飛行場建設のため、 少数の受け負い妊婦を派遣したが、日本との海戦時に建設は間に合わなかった。1941年10月末、日本の陸海軍は、台米エラン作戦の計画をそれぞれで決定し、海戦壁と海軍のハワイ空襲とともに、陸軍は海軍と共同し、主力をもってフィリピン及び、マレー半島を接見し、ランインを攻略して、資源地を確保し、 戦争遂行体制確率を基とした。これら陸海軍の主作戦と並行して海戦初期に実施するグアム・ウェイク攻略戦、ビスマルク諸島攻略など中南部太平洋方面の作戦は南東太平洋の戦略体制を有利にし、連合軍の反撃基地を覆滅して南方進行作戦の左側面を援護する試作戦であり、主として海軍が担当し、 陸軍は南海支隊をもって共同することになっていた。日本軍は、その大部分が11月下旬に小笠原諸島の母島に集合し、1941年12月8日の海戦同日に、水上偵察機16機によるグアム島空襲を実施し、小型総海底、ペンギンを撃沈した。当時、グアムには日本人が数十人住んでおり、全員が海戦と同時に、 アメリカ軍によって逮捕監禁された。翌9日も日本軍は空襲を実施した。同日午後11時、日本軍はグアム島の島影を指認した。そして10日午前0時、輸送船が大型発動艇を海に下ろす作業を開始した。南海支隊は3体に分隊し、西岸、東岸、北岸から上陸することになっており。 海軍陸戦隊は塚本主体と行動を共にした。また、楠部主死体は午前4時25分に上陸を開始した。上陸地点付近は珊瑚礁であったが、海岸部は比較的平坦で、海岸付近は風波共に穏やかであったため、人員の揚陸に支障はなく、戦闘もなかった。塚本主体は午前3時10分に上陸を開始し、海軍陸戦隊もほぼ同時に、 塚本死体から5キロほど離れた地点に上陸した。そして午前5時頃に、米軍約80名と遭遇、約30分間の戦闘で、米軍は死傷者、約10名出したが、日本軍陸戦隊は戦死者1名と少数の軽傷者で、グアム政庁を占領した。守備隊の司令官であったグアム総督。 マクミリン大佐は午前5時45分、他の地点にも日本軍が上陸しているとの知らせを聞き、これ以上の抵抗は自殺行為であり、現地民に被害が及ぶことを防ぐため降伏した。この時マクミリン大佐以下150名が捕虜となった。塚本死体は上陸点から密林の中を前進、やがて道路に到達し、そこを進んでいるうちに、 自動車を保有する少数の米兵と遭遇し、戦闘となりこれを全滅させた。海軍の水上偵察機も偵察、空襲行動を実施して、陸軍の作戦を援護した。他の部隊が順調に作戦を遂行する中、東岸への上陸を担当していた堀江市隊は、兵員の揚陸に困難を極めていた。当時、東岸付近の海上は、風速10から12メートル、 箱2から3メートルという悪天候であったため、輸送船からダイハツを降ろす、作業中に3隻が破損し、使用不能となった。それでもなんとかダイハツに乗り込んで陸地目指して、行動を開始したが、上陸予定地が荒れていたため予定を変更し少し、南に上陸地点を移動させたが、ここも波が高かったため、やむなく船を海岸に乗り上げさせるという形で、上陸した。 このような荒業を行を観光したので、ここでも一石が使用不能となっている。大発が何石も壊れたせいで、堀江市体が戦闘に必要な最小兵力の揚陸を終了したのは戦闘のほとんど収束した午後3時のことであった。グアムにおける戦闘は1日で終結し、死傷者の合計は日本側が戦死者1名、負傷者6名、アメリカ側が 戦死者36もしくは50名、負傷者80名を数えていた。捕虜となったアメリカ兵は、アメリカ人と地元住民を合わせて650名であった。その後、海戦時に拘束されていた在留日本人、数十名を救出している。この後、南海支隊はラバウルに転戦した。日本軍に占領されると、グアム島は大宮島と解消され、さらに首都のハガニアは、 明紙と解消された。3年後にアメリカ軍に奪還されるまで日本軍の軍政下に置かれることとなった。日本軍はこの島をサイパンと並ぶマリアナ諸島海域及び中部太平洋戦線の重要拠点と考え、2年をかけて飛行場等を建設し要塞化した。守備隊、艦船4隻。ありがとうございます。